はい、皆さんこんばんは。はい、ダレチャンネルが始まりました。日曜日の午後9時を回っております。このダレチャンをね、ずっと見られてる方、先週からちょっと僕が、姿にしろ声にしろ出ずっぱりなんて出過ぎなんじゃねえのかと思うかもしれませんが、一応この日曜日のね、9時が、僕のレギュラーですので、今日はちゃんと、真面目にですね、僕の担当ということで、1時間ほど話させていただきたいと思います。今ちょっとオープニングをまあ見てたんですけどね、衣装が被ってますね、かなりね、レパートリーが少ないのかなという感じで、あ、しまった、この前来たやつだと思いながら、見てましたけども、今日は、書いてありますが、本についてということなんですが、あまりにもですね、まあ先ほどツイッターにも書きましたけど、範囲が広すぎてですね、どんな感じで本と言ってもね、それこそね、百科事典みたいなのもありますし、新書みたいなのもありますし、じゃあその中から特に読んでるものはというと、やっぱりこうね、ありとあらゆる種類の本をこう興味を持って、昔読んだ何だったかなんかの名言集じゃないけど金言集じゃなくて、あの中にね、1週間に一流の人はねとか出世する人とか、そういうこうトップランナーの方々はね、1週間に2、3回は本屋に通うという、こう、ことをよう知ったことがありまして、で、結構僕も本屋が好きなんで本屋通ってたんですけども、まあ、そうしてやっぱり今本はかなり種類があって、そんなに興味がある本を、ジャンルを問わずね、こう、バッバッバッと見て立ち読みして情報とか仕入れてくるんですけど、そんな中で今日本についてなので、まあ一体何から話したらいいのかなっていうのが、ちょっとね、自分についてもまあ困っちゃうんですけど、長田なんかないっすかね。いや、せっかくそこにいるんだから、ね、なんかこう、僕に。万が一に、この君が見つけた、この、ツイッターの書き込みの法則。あ、これ素晴らしい。ツイッターの書き込みで、このリラ、この、これ読み上げるやつの、綺麗に読み上げるコツね。はい。うんうん、うん。これ素晴らしいです。いやいやいや。僕、これを、知ってですね、分かったのは、三国志の、武将たちをここで書き込むと、はい、これしっかり読み上げれるんですか？三国志の武将たち、あ、はい、漢字？はい。ああ、面白いね、それね。うん、例えば諸葛孔明とか。うん、はいはいはい。ね、とか変換できるのかになって感じだよね。あ、そっちが問題かもしれん。うん、ちょっと待ってください。そういうのもちょっと興味がありましたね。で、今回本についてっていうのをまあ やるっていうことで、はいはいはい。やっぱり一番には君の昔毎日やってた時の三国志のね解説はね面白かった。はあ、うん、だからそんなことやりましたっけ？やりました。やりましたっけ、うん、かなり昔ですね。あ、かなり昔ですけどね。うん、あ、ちなみに窓際くん、フェイスブックで書き込んじゃダメよ。またやりました、またやりました、またやりましたね。このフェイスブックにねこう頼る人いるんですよね。もうフェイスブックだとね読んでくれないんで、この機会ツイッターでね、頼みますよ。で、あと句読点は確実に入れてくださいね。読む時のコツは、はい、句読点を入れることですよ。はい、話し言葉では絶対綺麗に読み上げてくれないんで、はい、書き言葉でコメントしてくださいね。はい、そうするとこの綺麗にハクション大魔王のツボ このツボが読み上げてくれます。はい、読み上げますんで。今日は点、はい、いい天気だね丸ですよ。はい、大事です。そうですね。うん、大事です。それからこの波の文字は空と読みますからね。はい、そうです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 。巻き巻き828ルービーとか。シャープ、今のですね、句読点がありませんね。劉備とかになりますね。劉備、天とかが正解ですね。うん、基本的に多分言葉の決まりやなんか言われますけど、名詞の後に句読点を入れると、うん、基本的にそれが強調されるので、まあ劉備、天でいいかなと。その方が多分読み上げは綺麗になるんじゃないかなと思いますけどね。素晴らしいですね。まあ劉備、中国語で言うと劉備って感じですよね。リューピー、ラウピーかな、ラウピーにカタカナ表記だとラウピーが近いんですかね。ああ、うん、なるほど。ダメなの、もうね、窓際くんダメ。ね、Facebook じゃなくてツイッターの方に書いてください。素直にこうハイテクだったら何でもいいってわけじゃない、先端だったら何でもいいってわけじゃないんでね。ツイッターと言われたらツイッターを使いましょう。そうね、使い分けれること大人です。うん、ね、はい、そうですね。頑固にそればっかりに言ってね、なんで Facebook ダメなんだよっていうことは言わない。うん、ね。あ、わかりました。ツイッターでと言ってですね。こっちの都合っていうのもあるので、ね。そう、大人の事情、うん、こっちの都合ね。はいはい、のでね。大事、大事。大事なんで、大事です、うん、大事です。で、本の話に全然いかないですね、これ。三国志でしょ？三国志。三国志でしょ？だって、ここまで振っといて、じゃあ、何の話にしましょうかね、みたいな感じ。三国志。あ、来た。室津寺弘明。シャープ、ダレちゃんライブアット。
基本、ああ、分かったことが一個ある。これ、訓読み優先だね。訓読み優先だね、これ。あ、じゃあ、あれだ。うまく喋ってくれんかもしれん。訓読み優先なんで、多分中国名は厳しいかもしれないですね。ああ、なるほどね、うん。だからカタカナの方がいいかもしれないね。あ、諸葛孔明なら諸葛孔明。あ、じゃあひらがなかカタカナを使った方がこの場合はいいかもしれないね。こういうことを一つ一つ学んでいくっていうことが我々にとってはこのツイッターを喋る。BMM460。そうです。それでいいです。これでどうでしょうか。それでいいです。はい。それで正解です。それでいいです。はい、素晴らしい。はい。人間はやっぱ学習しないといかんですからね。うん。これで本題の方にもうこの辺で入りますかね。はいはいはい、まあ、三国志ですね。はい、まあ、あのね、三国志はね、まあ、結構僕がハマってるっていうのは、まあ、皆さんご存知の、うん、まあ、ハマってるって、今ハマってるんじゃなくて、うん、過去にめちゃめちゃハマった時期があって、うん、まあ、中学校1年生ぐらいの時に、うん、あの、たまたま中学校1年の時に、うん、クラスの前の席の男の子が、うん、三国志マニアだったんですよ。あ、マニア。中学校1年生、ね。マキマキ828。うん。なるほど。シャープ、ザレちゃんライブアット。あのマニアだったんですよ、はいはいはい、で彼から、うん、その時やってた NHK の、うん、夕方土曜日の夕方の6時ぐらいからやってた人形劇の三国志を見たことがあるかと言われて、はい、うん、そんなもん見たことないよって言ったら、うん、もう人間じゃないぐらいの扱いを受けたんですよ、うん、はぁ、お前一体いくつみたいなぐらいの言われて、はいはい、何それみたいな。で、まあ、小学校のあれはもう秋口ぐらいだったんで、うん、もう中学校の1年生のか、うん、もう大体もう何春だったら、まだこう、小学校から上がりたてで知り合ったばっかりなので、もう、特命の喧嘩になる可能性もあるし、人間関係が断たれちゃうかもしれないけど、お互いにも知った仲なので、そこまで言われると、ああ、じゃあ一回見てやるわ、と思って、見たんですよ。で、もともとその時間帯に、NHK が、紅孔雀だとか、いわゆる里見八犬伝だとか、平家物語とか、一連のさ、ね、はい、歴史絵巻の人形劇をやってるじゃないですか。あの、川本喜八郎先生の人形でね。で、その中で、まあ、三国志を見たんですけど、ハ、う、マ、ん、っちゃいましてね。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、あ。ハマっちゃいまして。はあはあはあ、あの、人形のあの、ギョロッとする目の動きにハマっちゃいましてね。はい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 、はい。でも、で、まあ、そのまま毎週見るようになったんですよ。うんうんうん、まあ、そうしたら、うん、今度は話にハマっちゃいまして、ね。うん。で、あの、まあ、図書館に行きますよね。学生なんで、お金ないんで。とりあえず図書館に行ったら、そこに、三国志ってのがあったんですよ。ただそこが運命の出会いだと思うんですよ。あの今多分皆さんが知ってる三国志って何があるかなって、まあパッと思えば、うん、まあ、うん、一番多分僕らの年代より上、巻き巻き828 H シャープダレちゃんライブアット、すいません、これ意味がわからない。 HBMM460 ほーということで書きたかった。自分の趣味思考に陶酔しきった子供が言いそうなセリフですね。あ、今あお前いくつってやつね。ダレちゃんライブアット。で、まあ、った時に、たまたま三国志で、うん、まあ、うん、吉川英治さんの三国志がありますよね。はい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 、あの、全9巻かな、はいはい、文庫になった三国志。あれがまあ一番有名だと思いますけど、うんうん、で、ね、あと僕らだとまあ、あの、横山、鉄人28号の横山ミステール先生の。はい、あの、全部映画同じ。そう、映画同じ漫画ね。漫画、全60巻の大作漫画があって。うん、で、まあ、それ以降はまあゲームがあったりとかね、うんうん、映画があったりとかで、まあ、いろいろ皆さん知ってると思いますけども、その僕が見たのはね、はいはい、うん、誰が書いたか覚えてないんですけども、うん、とにかくね、うん、3巻にまとまってるんですよ。はいはい、三国志、上中下なんです。はいはい、巻き巻き828。うん、見てたよ。ハマったよ。ハマったよ。ね、ハマる人多いんですよ。シャープ、ダレちゃんライブアット。で、その3巻に凝縮された三国志を読むわけですよ。はいはいはい。で、ぶっちゃけ、今のその横山ミステルの60巻とか何かを読み終わった後では、かなり内容が端折ってありますわ。あ、もう有名なエピソードしかないぐらいの三国志なんだけども、当時の僕としては大衝撃で、はあ、うん。で、ぶっちゃけそれまで、そんな歴史もあんま興味なかった。うん、中学校、小学校でちょっと歴史を勉強して、はいはい、まあ、戦国時代とか興味があったけど、うん、中国の歴史の血の字も知らなかった。うんうん、だけど、その三国志を読んで、うん、あ、これは面白いと。はいはいはい、で、まあそこからこう、見始めた時に、うんうん、結局人形劇は最後まで見切っちゃって、うん、もう大泣きして最後ね、うん、終わっちゃうじゃないですか。はいはい、で、その後たまたま、うん、いつだったかな、名古屋に遊びに行った時に、うん、駅で電車を待ってる時に退屈なんで、うん、駅の売店に入ったんですよ。はいはい、あの名古屋駅のね、締、は、め、いはい、食った後に、うん。そしたら駅の売店に、うん、新刊の漫画が売ってたの。
はいはいはい、はい、その中に、うん、今でも忘れない横山ミステルスの、はい、三国志ゼミナールっていう漫画の単行本があったの。すいません、ゼミナールがある。あれそう、三国志で当時ゼミナールってこう流行り言葉でしたね。あったね、あったね、あったね、あったね。ゼミナールって、はいはいはい、何だろうと思って、でも、うん、もう買ってみたの、うん、それ何かっていうと、うん、横山ミステルの三国志を読んでる人だったら、うん、誰でも知ってるエピソードとか三国志のことがクイズ形式になってるの、うん、クイズ形式で、その名言の理由が、はいはいはい、全部なってるの、要はガイドブックみたいなもんでね、はいはいはい、それ読んで知ったかになって、はあ、もっと細かく知りたいと思って、ね、そっから横山ミステルの三国志を古本屋に買いに行って、はあ、で集めてバーッと読んでという感じで三国志にまあハマっていっちゃったというのが、ね、ちなみにあの三国志、まあ僕も横山ミステル読んだんだけど、あれ面白かったんだけどね。あれどこまで本当なの、あの三国志のあのストーリーって。まあ、基本的に登場人物は8割は本当にいた人ですね。はいはいはい、逆に空想の人物でまあ有名なのは、まあ、董卓暗殺計画に絡んだあの朝鮮というね、あの絶世の美女の設定の、まあ、あの人がまあ架空の存在というぐらいで、あとはまあ大体名前は史実に出てくる。ただ活躍した内容に関しては嘘もある。特にあのまあ、東園の誓いだとかあれもあったりとか、まあ、ありますけど、まあ、一番有名どころで言うと、まあ、石壁の戦いがありますよね。クライマックスでレッドクリフ映画にもなった あそこで横山ミステルの三国志、もしくは吉川英治さんの三国志やなんかとか、まあ、三国志、いわゆる三国志演技、はいはいはい、まあ、三国志っていうのは、まあ、初めに言っちゃいますけど、三国志っていうのは歴史書ですね、はいはいはい、これ中国の正史です。正史というのは正しい歴史のことです、はいはいはい、でこれ陳寿という人が魏の時代に魏の使えている頃に書きました、うん、でその後ずっと時代が下って、うん、民家なんかになった頃に羅漢中という人が、うん、その陳寿の三国志を元にして物語として作ったのが三国志演技、うん、あ、ちなみに魏というのは三国志の中の魏ですの、うん、どのチームの曹操のチーム。あ、曹操、じゃあ曹操が有利だよ。曹操って悪役のイメージが強い。まあ悪役のイメージある。でも、うん、まあ皆さんご存知のように、うん、あれは三国志演義という物語の中での設定であって、うん、はいはいはい、本当はもう日本人ならよくわかりますよね、うん、誰が良くて誰が悪いなんて関係ないんですよ。国と国との歴史的攻防ですから、はいはいはい、戦争なので、うん、この前アニメの世界でも言いましたよね、なんか言いましたよね、うん、戦争なのでぶっちゃけ敵味方ないんですよ、うん、あ、どっちが悪、どっちが善なんてないんですよ、はいはいはい、お互いのイデオロギーの政治の闘争ですからね。でまあたまたまその陳寿という人は義に仕えてるので、うん、曹操の方に仕えてるので、うん、曹操がメインですよね、うん、ああそれはそうだ、うん、義の情報が一番入りやすいですから、まあ、義のことは詳しいんですよ、うんうんうん、でそれを外交を通じて知り得る職とか語の情報を仕入れて、うんうん、言い伝えとかいろんな評判とかを仕入れて、うんうん、正史の三国志を作ってるわけで、はいはいはい、で逆にそこから時代が下った羅漢中という人は、うん、その中をうまく物語に構成するんですよ、はいはいはい、まあ、ある意味羅漢中は僕も何かで読んだんですけど、うん、結構義本作家として有名らしいんですね。義本作家、偽本作家だから、要は日本でいうところの、はい、要はこの純文学とあのいわゆる史実ノンフィクションじゃなくてフィクション作家として有名みたいな感じ、はいはい、だからそういうなんだろう、劇画っぽい、劇っていうか、うん、そういうネタを作るのは天うまいんですよ、構成がね。はい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 、はい、うん、でその羅漢中がその正史である三国志の中から面白いエピソードか何かを歴史に組み立てて作ったのが三国志演義。で物語で一番面白くさせるにはいいものが悪者と対峙するのが一番面白いですよね。あ、まあ基本だよね、うん、で、うん、基本の中でどうしたかというと、うん、曹操をいいものにしてもいいんですよ。もともと一番強いところだし、はい、うん、あれなんだし。でも、うん、まあ、たまたまその時の、うん、まあ、儒教の、うん、まあ、あれがありますんで、中国では。うん、血統っていうのは結構重んじるんですね。うん、で、そうなったかになった時に、その、うん、まあ、蜀の主人公である、まあ、ぶっちゃけ演技の主人公である、劉備玄徳は、うん、その、たまたま名字が劉である、劉で、劉姓であることからね、漢の王室の劉家とつながりがあるんじゃないかと、もともと当時から言われてて。あるんじゃないかぐらいなの、その程度なの。あ、実はあん828、うん、構成作家、あ、そうそう、そんな感じ、そんな感じ。あ、なるほど。あのぶっちゃけ、はあ、日本の苗字は、はあ、苗字いわゆる僕らの姓ね、はあはあ、2万以上あるじゃないですか、はいはい、と言われてますね、はあ、これなんでかというと、はあ、土地に絡んでるからですね、はあはあ、あれいい加減だよね。いい加減です、はあ、でも数多いんですよ、はあ、ところが中国っていうのは土地の絡んでないので、はあ、純粋に血統で絡んでるんで苗字の数はめちゃめちゃ少ないんですよ。あ、じゃあ結構だから同性がめちゃめちゃ多いです。あー、なるほど。日本は新しいミュージックがどんどんできていくんで。すいません、今でもできちゃうわけ。できちゃう、作ろうと思えばできちゃいますよ、そんなもん。え、うん、そうなの。うん、でも中国はその血統っていうかその先祖のあれをすごい重視するんで、
結局名字は一緒になってくる。韓国なんかも家事の時には家系図を一番最初に持ち出せっていうぐらいですからね。結局熟語文化っていうのは中華文化っていうのはそうなんですよ。でまあそんな中でなっていくんで、結局なっていく。で当時漢の王室はまあ漢ですね、はいはい、当時の中国漢があって怒って、はい、秦が倒れて始皇帝が倒れて、で秦王項羽と劉邦の戦いがあって、たまたま劉邦という人が天下を取ったので、はいはい、その名字である劉家がずっと漢の王室を開いて続きますよね。項羽と劉邦のあの劉邦のとこから来て、そうあれが劉氏は漢、うん、なんでそこから漢氏があの漢の劉氏が始まってずっと行って、一時期真ん中でそのやっぱり政治が長く長期政権が続くとこう腐敗していくので、はいはいはい、だれたところで王蒙という、この王って王様の王ですね、王貞治の王家に乗っ取られて、はい、一回途絶えちゃうんですけど、そこで、うん、いわゆる歴史で習う漢の後部帝ですよね、はいはいはい、後部帝劉秀が出てきて漢を再興するわけですよ。ここからいわゆる歴史で習う、で世界史で習う五漢ですね、後の漢、はいはい、それまでが前漢五漢。ああそういうこと、いいね。なんかで五冠のやっぱり五冠も長く続くんですけど、漢、うん、王朝全部で400年ぐらい続くんで、五冠も15代皇帝ぐらいってくると誰てくるんですよね。あやっぱりで誰てきたところに、うん、このいわゆるその黄巾の乱という民衆の反乱が起こって、結局漢王朝は滅んじゃうんですけども、結局400年以上続く王朝になってくると、はい、同じ名字の人間は少ないですから中国では、その一杯出てくるわけですよ。そうすると家系図っていうのが横に広がるわけですよ。なんでかというと、古代の、まあ日本もそうですし、中国もそうですけど、権力者の最大の仕事は何だか分かりますか？は？特に中国。日本はあんま関係ない。日本もね、今となっては最大の問題でしょうね。ああ、つまり次の。そう、うん。子孫を繋いでいくことが最大の仕事なんですよ。はいはいはい、なので、昔からどこの国でも王室というのは、高級ハーレムがあるわけですね。ああ、なるほど。うん。うん、よりたくさんのこうあれをしないと、うん、子孫繁栄の行動を起こさないと、うん、子孫が増えていかないから。はいはい、で今みたいに医学が発達しないから、うん、こう科学的物理的に制御できないわけですよ。うん、自然の摂理に任せるしかないので、はいはいはい、そうなるともうより数で攻めるしかないので、はいはいはい、だから結局、ね、高級というシステムができるじゃないですか。そうすると子供いっぱい育って生まれてくる場合もありません。そうすると。どうするかですよね。後継ぎは1人なんで。じゃあ10人で1人後継ぎ。他の9人どうする、うん、まあ文献にするしかないですね。ああ、まあそうだね。うん。で、ここで日本が考えた頭のいいアイデアが、名字を上げて、庶民に落とすってやり方ですね。ああ、なるほど、ね。これがいわゆる源平統吉の始まりですね。藤原氏、源氏、平氏、立花氏。この4家に名字を上げて、うん、悪いけど、いわゆる皇族の身分を離れて、みたいな。自分たちで自立して生活してね、みたいな感じで始まって。で、中国は、あんまりそういうことがないので、名字持ったまま、一応庶民にはなってくるんですよ。ね、何代か後に。でも、そういう特権待遇は与えられないわけですよ。よっぽどの身内でない限り。はいはいはい、はい。逆に身内で特権階級与えられちゃうのは、奥さんの親戚。まあこれ外戚って言うんですけど。奥さんの親戚は何特権階級なの？特権階級です。要は中国の、うん、中国史で面白いのは、うん、中国って同じことの繰り返しなんですよ。各王朝が変わるときって。はあはあはあ。要は院があって、はあ、で、州があって、はあ、で、秦があってみたいな。まあその間戦国とか、はあ、いっぱいありますけど、はあはあ、で、あとに、結局王朝が変わるときって前の王朝が、はあだれて、腐敗してやるんですけど、腐敗の原因ってのは決まってるんです。はあ、まず基本的に一個は、王様の不徳の致すところね、皇帝の。はい、その不徳はどういう意味？これは酒と女です。あ、もうこれしかないんですよ。実は、これしかない。いろんなパターンがあるけど、結局は酒と女に呼ばれる。これだけです。で、あともう一個、いわゆる内憂外患という、まあ、熟語があるんですけど、はいはいはい、内憂外患の最たるものとして上がるものが、外戚と宦官。外戚と宦官。外戚っていうのは祖母の親戚と書きます。はあ、はあ、外戚。はいはいはい、で宦官っていうのはまあ皆さん知ってる人もいるかもしれませんけど、うん、中国の宮廷に特に高級ですね、うん、多くに使える男性の、うん、士官のことですね、宦官。でまあ男性のシンボルを、はあ、いわゆる去勢して生殖行動ができないようにしてある男性のことで、日本は朝鮮を通じて中国からいろんな文明を、文化をもらって、結局それをうまく帰化させたり、日本独自の文化にこうアレンジしてきましたけど、日本が取り入れなかった文化が2つあるんですね、中国から。はいはいはい。それがこの宦官と、あとは天足だと言われてます。あ、そうなんだ。天足っていうのは女の人の足を小さく縛って見せて、それが
美的センスがいいっていう風に見せる感覚のことですよね。まあ、簡単に言うとあれ逃げられんようにするでしょ。そう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 。その二つだけは日本はなぜか風俗として採用しなかったんです。韓国は観覧は取り入れてますんで。あ、そうなんだ。ええ。日本だけはこの二つはないんですね。へぇー。うん、で、まあ、結局その観覧と外籍というのがライバル同士になるんですね。なぜかというと、まあ、さっきも言いましたように、奥さんの親戚が力を持つ。これが外籍なんですよ。はいはいはい。要は、結婚して、皇帝のもとに妃に入ります。で、まあ、寵愛されて上がっていけば、位が上がって皇后になります。はいはいはい。皇后になると、自分の味方が欲しいですよね。やっぱり政治が絡んでくるんで。はいはいはい。じゃあどうなるかというと、自分のお父さん。実の父親、はいはいはい、自分の弟、うん、兄弟、うん、それから身内を取り立てるわけです。うん、なぜかというと、脇を固める、自分の権力を固めるために。ね、これ外籍ね、はいはい。ところが、ホスト、外籍が強くなると、皇帝としても、うん、一応こう、やろうとするけど、大、う、体、ん、奥さんのお父さんっていうのは、うん、大将軍だとか、うん、結構とんでもねえとこにいるわけですよ。最小とか小国とか。はいはい、ホスト、自分が好きな政治をやりたいと思っても、うん、反対される。はい、まあ、ねじれ国会みたいなもんですね。あとやれねえ。あ、で、どうする。でも、奥さんに愚痴を言うわけにはいかない。うん、筒抜けだから、実家と、ね。実家の愚痴が言えない。はい、じゃあ、皇帝はどうするか。一番近い人に言うしかない。で、当時、宦官というのは、皇帝のプライベートの世話をしているので、はいはい、皇帝が一番愚痴を言いやすいんですよ。だけど、教育係も兼ねてるんで、ちっちゃい頃から。はい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 、だから、まあ、俺こうだけど、こんなん嫌だよとか、愚痴を言うわけじゃない。そうすると、宦官の方が、陛下おいたわしや、みたいな感じで、はいはい、寄ってくるわけですよ。で、同情してもらうとさらに皇帝は心細いんで、はいはい、懐いていっちゃうんで、結局、で、その、じゃあ我々にこういう力は権力をください。こういう権力をください。何とかしてみますからって言って、宦官が言うんで、じゃあお前に任せようみたいなのをやるんですよ。ほんと結局揉めるのは、皇帝側の宦官と、皇后側のいわゆる外籍で揉めるわけですよ。はいはい、結局これのいざこざから、朝廷が潰れ、権力が落ちてくるんです、ね。あ、いったー。要は内部抗争で潰れてくる。はあはあ、で、内部抗争してる間、もう今の日本と一緒ですよ。はあ、政局争い、はあ、権力闘争をしてる間、はあ、どうなるかというと、はあ、結局、民は置いてきぼりなんですね。はあ、あ、確かに。うん、その城壁の内側だけでことが起こ、はあ、世界が終わっちゃってるんで。あ、それって永田町ってことですか？一緒一緒。あ、そう。国政もクソもないんですよ。そうすると、民衆の方としては、何やっとんだ、いい加減にしてくれよ、はあ、みたいな。うん、で、もともと中国には天官思想って言って、うん、天というものが最高位にいるんですよね。はいはいはい、で、皇帝というのは、うん、天から、うん、庶民というか我々民衆を救うために、はいはいはい、選ばれた人間なんですよ。だから天使と書くんですね。天の子供というの天使様と言うんですけども、なのに何やってるんだ、うん、どういうことなんだって言った時に、天が見切りをつける時があるんですよ。まあこれダメだと。はいはい、あ、こいつダメ。次のやつを探して、あ、彼にしますって言って、出てくると彼がメインになって、革命が起こっちゃうわけですね。はいはい、これ法罰って言うんですけど、それが認められてる国なので、中国は。ああ、なるほど。それが正当なんですよ。正しいことなので、いろいろやっちゃうわけで。で、たまたまその、漢の五漢のね、末期にそれが起こって、その中から出てきた。たまたまその時、いろんな逸材が揃ってたので、そこから頭角を現してた人間たちの群雄割拠の物語が、三国志の前半。はいはいはい。その中が混沌とした中が固まってきて、三人が突出してくるんですね。はいはいはい。ぶっちゃけ一人が突出して二人は生き残ったってだけの話なんですけど、ああ、なるほど、ね、うん。ぶっちゃけ突出したのは曹操なんですよね。はいはい。義の曹操だけが、いろんな様々な権力闘争とかをくぐり抜けながら、自分の財力、権力、兵力を固めながら、確実にのし上がるんですよ。うん、で、劉備は、あくまでもさっき言った、劉備玄徳であるという、金看板一本で頑張るんですね。ああ、俺は正当な官の後継者だ。一本で頑張るんですよ。はい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 、はい。それに、そのカリスマ性によってきた人たちによって、うん、しかも、本人はあまり大したやつではないので、そうなんだよ、ね。何度かせにはいかんと、うん、周りが持ち上げてくれる結果、ああなってくるんですね。英雄になってくるんですよ。じゃあ、もう一人、五の尊権。地味ですよね、五は。地味だよね。地味ですよね、うん。なぜ地味かというと、簡単ですね。うん、たまたまお父さんが、曹操と一緒に、こう、うん戦って得たものを、はあ、あの兄弟で守っただけですから、はあ、で引き継いだだけなのでそんなにめっちゃ派手ではないんですね、はいはい、ただその外交手腕はもう素晴らしいですけどね、はあはあはあうん、強いものに巻かれる、はいはいはい、弱いものとに仲良くなったどう助けるふりをするみたいなのを繰り返して一番後が
最後まで三国時代では長く生き延びますんで。ああ、そう。一番最初はもう諸君が先にね、潰れちゃいますけども。うん。で、魏はその内部から乗っ取りにやっちゃってね。開いた。で、残ったのが、まあ、呉がなりますけども。まあ、そんな感じで。まあ、そこまでが、いわゆる三国志という。はい。要は、最後、秦に統一されるまでね。が三国志の中で。だけど、あの三国志だとね、うん、どちらかっていうと、劉備玄徳が。そうで、またそこで出てくるのが、まあ、偉大なる吉川英治さんの吉川版の三国志ですね、はいはいはい、あれが完全に日本人のいわゆるもともと持ってる半眼美意だとか、はいはいはい、ああいうし感情をもう織り交ぜながら、うんうんうん、もう一大絵巻にしちゃったのが三国志なんで、うんうんうん、だからもう吉川英治さんの間ではあまりこう諸葛亮孔明っていうのはそんなに目立つ存在ではないんですよね、うん、諸葛亮孔明がすげえなと思う、うん、やっぱり横山見せるの漫画の影響がかなり大きいと思うんですけど、あ、そういうことですか。そういうことですね。ふーん。とにかく参謀としての圧倒的な力で。そう。ただ、うん、残念ながら諸葛亮孔明は、うん、本当は参謀としては一流ではないんですよ。うん、どういうことですか。実は平凡です。そんな諸葛亮孔明、まあ三国志のね詳しい方はまあ知ってるかもしれないけど、ああ後半のライバルで魏の芝居中達という名称が出てきますね、名参謀が、はいはい、彼こそ本当に名参謀なんですけど、はあはあ、中達と何度か対戦して、はあ、結局孔明って一回も勝ってないんですよね。あら、デビューした時いわゆる劉備がまだ職を得てなくて、はあ、深夜で劉表のもとに居候してた時に、はあ、そこで三個の霊をこいて、はあ、その諸葛亮を得て、はあ、そこからのデビュー戦、はあ、あの迎撃戦はあと赤壁以降、はあ、今日は益州に入るまで、はあ、職を建国するまでの諸葛亮は鮮やかなんですよ、はあはあ、ところが魏に芝居中達が出てきてから活躍するようになってから、はあ、結局中達には一回も勝ってない。あら、まあもともと職と魏のその時の国力の差っていうのもあるんですけど、はあ、うん、勝てない、はあ、で諸葛亮は、はあ、まあ評価としては、はあ、まあ演技の評価はスーパーヒーローですけど、はあ、歴史的な評価としては、はあ、剣術派なんですよ。当たり前の戦術を当たり前にやるんです。だから強いんです、はあ、当然のことを当然のようにやるんで、はい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 、で諸葛亮が制裁を失ってくる形が時があるんですね、はあはあ、で三国志をずっと読んでいくと、はあ、諸葛亮というのは二つ名ってのを三国志の中皆さん持ってますんで、二、はあはあ、つ名、二つ名って何だかわかります？あんまり分かってない。あだ名みたいなもんです。はいはいはい。まあ、はあ、ぶっちゃけた話言うと、はあ、ガンダムのシャア・アズナブルは赤い彗星という二つ名を持ってますよね。はいはいはい。で、三国志もお決まりであるじゃないですか。はあ、曹操は乱世の勧誘、はあはあ、ね、はあ、ありますし、まあ、劉備はないんですけども、はあはあ、うん、あと、孫権は江東の碧岩寺とかね、はあはあ、あと、美醜楼っていう名前も、周囲も持ってますし、で、うん、孔明に関しては、福竜という、はあはあ、名前を持ってますね、はあ、潜んでる竜という、はあはあ、福竜法でもう一人鳳数、はあ、という、はあ、大鳥の雛という、はあ、鳳凰の雛という異名を取る二つ名を持つ軍師がいるわけですよ、はあはあ、これがまあ鳳凰資源という軍師なんですけども、はあはあ、彼も、はあ、劉備の陣営に入っちゃうんですね、はあはあ、初め曹操のところに行くんですけど、はあ、士官士に、はあ、風貌があまり良くないので、はあ、オーディションに落ちるんです。あー、オーディション落ちちゃったんだ。曹操は自分の風貌があまり良くないので、はあ、基本的に、はあ、これは結構知られてないですけど、はあ、曹操っていうのは背が低いんです。あ、そうなんだ。映画とかなんかでは、はあ、結構異常部な方々がすごいしっかりした人がやるんですけど、はあ、実際にはちっちゃいんです、当時としては。へー。諸葛亮は身長が180センチ、劉備も180センチ超えてますから、あらま、高いんですよ。でも、はあ、当時曹操は160センチぐらいしかないんです、ね、あやま、うん、あ、それでも強かった。まあ、もう国としてはすごいんですよ、はあ、まあ、タイプ的には織田信長タイプなんでね、はいはい、天才なんで曹操は、まあ、やることなすごいすごいんで、はあ、でちっちゃかった。で本人がすごいそれをコンプレックスにしてて、はいはい、ある時なんかどっかの国の、うん、使者が来た時に、うん、バカにされるんじゃないかと思って、うん、自分の身代わりを玉座に座らせ、うん、自分は隣の衛兵のふりをしてこうやって意見を聞いてたって逸話もあるぐらいなんですよ。曹操、へえ、そうなの、ええ、で曹操はその二つなど乱世の勧誘って若い頃ね、うんうん、もらったあだ名ですけど、その前に昔はちっちゃい頃は前衛の異臭っていうあだ名をもらってて、なんじゃそりゃ。これはおじいさんが漢の王室でも有名な大宦官なんですね。はあはあ、大宦官で、はあ、お父さんはその大宦官の養子なんですよ、はあはあ、で大宦官でめちゃめちゃ金持ちなんです、はいはい、でそのお父さんが大尉という、はあ、とても偉い位を金で買ったんです、はあはあ、金持ちのボンボンなんですよ、はあはあ、でしかもおじいさんが宦官なんですよ、はあはあ、で税営っていうのはその宦官をバカにする言葉なんですけど、はあ、それの
来た醜い忘れ形見だという意味なんですね。はあ、それぐらい風貌が当時としては冴えなかったんです。はあ、なんで、冴えない風貌の宝刀を見て、はあ、あんまりあんまりいい気がしなかったので、あーなるほどね、蹴っちゃうんですよね。ああ、なるほどね、うん。はいはいはい。で、うん、またこの劉備のところに行くんですよ。ああ、劉備。ところが、劉備も同じで、あ、劉備もダメだ。劉備もあまりにも、ちょっといい加減そうな宝刀を見て、あ、これはダメだと思って蹴るんですよ。ありゃも。そしたら、たまたまその時同盟状態にあった、呉の軍師であるロシクが、これ、周囲の後見人なんですよ。あの、後釜なんですね。ロシクが、なんてことしたんだと、はあはあ。え、ちょっと待ってよみたいな。はあはあ、それおかしくねって話で、はあはあ、で、それを孔明に告げ口するんですね。で、孔明が、え、マジでみたいな。それはおかしいって言って、はあ、もう一回チャンスを与えてくれと。はあ、絶対彼はすごいんで、って言って、はあ、孔明が言うならしょうがないみたいな感じで、はあ、劉備がとりあえずこう、変な、地方の役人の仕事を与えるわけですよ。はあ、うん。で、言ったらそれをまたしばらくして、仕事すごいこなすんですね。うん、ならそれを聞いた孔明が、うん、それじゃダメだみたいな。うん、彼の器で、そんな役人の仕事は収まらなくて、またどっか出てっちゃうぞと、うん。そうではない。もっと取り立てるんだ。うん、じゃあ、どれぐらい取り立てたらいいって言ったら、孔明が自分と同じぐらい。ああ、かっこいいね。で、と思ったけど、結局それをやって、結局その宝刀の、活躍で、劉備は、生徒に入ることができるわけですね。はいはい、はい。で、そこの戦いで宝刀死んじゃうんですけど。はあ、で、実は、この宝刀ってのが天才軍師なんですよ。ほう。宝刀資源が。あ、そう。じゃあ、うん、いわゆる玄徳は一時期にしろ、二人、天下の、もう、名称二人持ってるわけですね。天才軍師を。ところが、実は孔明は天才ではないと僕言いました。はい。実は、理想系というのがあって、うん、まあなんだろう、腹心というか、うん、そういうのって、うん、中国とか、まあ、うん、いわゆる軍学ですね。うん、軍学については、うん、三宝と宰相っていう役割が違うんですよね。三宝と宰相。三宝っていうのは、まあ皆さんご存知の通り、軍三宝ですから、はあ、戦場の現場にあって、はあ、陣頭指揮を見ながらね、はあ、作戦を立てて、はあ、撃破していく、はあ、戦術家ですよね。はいはいはい、はい。宰相というのは、はあ、常に後方にあって、はあ、弾がどれだけいるのか、食料がどれだけいるのか、はあはあ、ね、後方支援。そう、要は戦略家なんですよ。はいはいはい、ここを取った後次はどういう展開したらいいのか。はあはあ、で、孔明は実はこっちがすごいんです。じゃあつまり孔明をはっきり言って使おうと思ったら、うん、やっぱりまあいわゆるこう優秀な武将がいっぱいおらんと、そう結局効果が出てこないってことですか。そうだから諸君がすごかった時期っていうのは、うん、いわゆる五胡将軍と呼ばれるね、うん、関羽がいて、うんうん、張飛がいて、張雲がいて、馬長がいて、うんうん、ね、あともう一人玄関がいてみたいな感じで、うんうんうん、五胡将がいて、いわゆるいい人間が揃ってる時に、はいはい、孔明がそれをこうやってちょいちょいって動かしてる時っていうのが一番いいんですよ。ところがみんな人間なんで寿命が来てね、時が流れてこう一人一人消えてった中で、やっぱり育っていく人材っていうのも限られてきますから、もうほんと孔明が結局前線にも出にゃいかん、はいはいはい、前線にいながら後ろのことも気にせねえかんってことをやっていくうちにヘトヘトになるわけですよ、はいはい、でそれをライバルの芝居に中立に見抜かれて、はい、じゃあ長期戦にしましょうみたいな。あ、で結局長期戦をやった挙句孔明は力尽きてしまったみたいな、うん、あ、そういうことですか。そうなんともあれだね、三国志やっぱ面白い、ね、だから逆に言うと宝刀が死んでなければ、はあ、劉備ももっと長生きなんですよ、はあ、要は関羽が呉の裏切りにあって、はあ、幕城で殺される、はあはあ、でその首が曹操の元に行く、はあ、まあ、演技の中ではその首に立たられて曹操は死ぬ、はあ、これでどんどん英雄が消えていく中、はあ、劉備は逆上して、はあ、関羽を撃った呉に対して、はあ、仇討ちをせねえかんって言って呉と意味のない戦争を繰り広げちゃうわけですよね、はいはい、もともと同盟国だったのに、はあはあ、そこに宝刀がいれば、はあ、まだなんとかなったんですよ、はあ、結局孔明はそこにいないんで、何かというと生徒でそのうん、政治をやってますから、孔明は。前線にいないんで、劉備のことにいないんで、その場でいさめられないんですね。で、いさめる人間も他にもいっぱいいたんですよ。みんなもう死んじゃってるんですね。で、逆にその、医療の戦いという、まあ、戦いなんですけど、これでその優秀な人材を劉備自身がかなり失ってしまって、その挙句病気になって死んじゃうという、もう。ほいでもって二代目は。もうどうしようもないし。どうしようもないボンボンで。うん。だから曹操自体も、うん、
劉備自体もカリスマ性は恐れていたけども、うん、戦上手じゃないことは100も承知なんで、みんなあの当時は。あ、なるほど。うん。はぁ。で、これが実は面白いことがあるんですよ。うん、なになに。で、劉備三国志演技では、どういう人物で描かれているかというと、うん、表情が読み取れない。何を考えているのかわからない、はいね、勉強があまり好きではない、はあ、でもきっと野心だけはいっぱいある、うん、普通の男の子なんですよ劉備ってね。で実際戦争をしてみても、はあ、気持ちはある、漢王氏と復興しようと、はあ、でも実際、はあね、この軍師として優れているわけではない、はいね、はい、兵士として優れている、武将として優れているわけではない、うん、たまたまカリスマ性があって金看板があるから、それに寄ってきた人たちが、うん、ねが活躍してくれて、なんとか助かっていると。これは、漢の構想である劉邦とほぼ一緒なんです。ほう。漢の構想劉邦も、どうしようもないチンピラ無勢で、名前すらないですからね、あの人はね。劉邦ってのは本名かどうかも怪しいって言われてますから。あ、そうなの？はあ、はあ、で、暴れてて、それがその、ね、秦王、秦の、秦皇帝が死んで、秦の王室がぐらいだときに、そのみんなにこう、祭り上げられてね。要は当時その、要は漢の高祖劉邦の部下には今漢の三傑と呼ばれる、後方支援で優れた将家ね、はいはい、あと実際に軍事面でそうだった漢信、ね、あとあの軍師として有名な長領、はあはあ、この漢の三傑を、うん、まあ、うまく劉邦が使ったみたいな感じになってますけど、うん、実はこの三人からしてみれば、うん、劉邦を頭にしておけば、はあ、責任取らなくて済む。最悪の時代の時は彼が言い出したことなんで、彼についてきただけなんですよって言える。要は自分たちには世の中を変えてやろう、はあ、この時期に何とかしてやろうという勇気あるけど勇気がない、はいはい、そしたらたまたまちょっと調子のいい劉邦が、はあ、だったらお前俺がやっちゃおうかなみたいな感じで出てきたんで、あ、じゃあ協力するから劉邦さんやってくださいよ、まあ、お前らがじゃあ協力してくれるならやっちゃおうかなみたいな感じで出てきてやっちゃったんで、なるほど、だから同じようなキャラクターとして位置づけられてるんですね劉備は、はあ、なぜかというと中国はそれが理想なんですよ。トップというのはね、はいはいはい、要は官僚が伸び伸びと自分の能力を 100% 出し切れて、うん、その責任だけは取ってくれるのがトップの理想なんです。ああ、なるほどね、うん、封建の中国はね、なるほどなるほど、それが三国志演義の中に色濃く出てて、うん、それを吉川英治さんが日本人に合うようにアレンジを加えて、さらにそれを横山ミステルさんが、うん、さらにその当時の漫画のね、うん、テクニックを使って、うん、映画のようなシーンのコンテ割りを作って、うん、はいはい、恐ろしく厚みのある物語にしちゃったみたいな。確かにね、うんうん、だけど実際にあれなんだよね、本当なんで劉備玄徳のとこにあんだけいい人が集まってきたんだろうって思うもんね。ねえ、本当にそうですよ。だ実際の時には曹操の方のが優れてるわけだし、うんうん、まあ現代はね、その曹操をあの主人公にした漫画とかもありますんで、そんな感じで、うんうん、あの曹操の人気も高くなってますけど、うん、だってあの劉備玄徳のあのなんつうの、あんまりこうだってすごくお金を払えそうな状態ではないし、うん、またあのなんだろう、まあ、横山光世さんの三国志もそうですし、うん、吉川英治さんもそうですけど、うん、その劉備玄徳のチラッと凄さを見せるエピソードとかの演出が面白いんですよね、うん、わかります、うん、あの一番僕が好きなのが、うん、あの劉備玄徳がこういわゆる弱いんで、はい、結局軍友の間をさまようんですよね、はいはいはい、あっちに走ろうしてこっちに走ろうして行き場がなくなって結局曹操の下に助けを求めに来るんですよね、はあ、で曹操はもともと玄徳を怖が、うん、なぜか怖がっているので、はいはいはい、こいつはただもんではねえと、はあはあ、だからとりあえず、うん、殺すわけでもなく利用できるとか利用したいので、うん、手元に置いておくわけですよ、うん、なぜかというと嘘か本当か知らないけど、うん、観光室の一族という金看板があるので、はい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 、要は逆族になるのを曹操は恐れてますんで、あ、なるほどね。で、まあ、入れます。居候として雇いますよね。うん、で、ある時、うん、ご飯を食べるわけで、二人して、うん。で、まあ、有名なエピソードで知ってる人もいると思うんですけど、うん、で、雷が鳴って、劉備玄徳がびっくりして、うん、机の下に、テーブルの下に潜り込んで、うん、で、うん、曹操がどうしたのって言ったら、うんうん、いや、雷が怖くて怖くてっていう。はあ、そんな劉備を曹操が恐れるんですよね。一応これは劉備の芝居だと。で、その時にその前段振りとして、英雄論を話してるんですよ、食事しながら。はいはいはい、まあ、こういう混乱した世の中だけど、この地上にね、地上に英雄と呼ばれる人が誰がい
はい、で曹操が劉備に意地悪く質問して、はあ、劉備が、知ってる人をどんどん上げていくんですよ。袁紹、はあはあ、でしょうか、劉表でしょうか、うん、はたまた孫権でしょうかみたいな、今息子の孫策がすごい勢いですね、はあ、曹操はそれを一言のもとに全部否定していくんです。あれダメ、あいつはダメだ、あこれはそのダメダメダメ、あ今だけ今だけみたいな、はあ、じゃあ逆に聞きますけど、はあ、この前の稲垣君じゃないですけど、はあ、逆に質問しますけど、はいはい、あなたが思ってる、はあ、今の当世の英雄は誰ですかって言った時に、はいはい、曹操が、はあ、私と君だって言うんですよ。おそこに雷が鳴って、はいはい、劉備があーって隠れて雷怖いってやるんですよね、うん、でも一応それは、うん、あの解釈としては、うん、見抜かれてしまった劉備が芝居を打ったっていうのがまあ一応の演出なんですけど、なると逆に言うと、それ、曹操側から見ると、曹操はそれだけ人を見抜いちゃってるんですよね。ただ状況的に、そういうことね、中さんが言ったみたいに、ほら、周りにすごい人が揃ってるじゃないですか。その人が、命をかけて尽くす人間ですよ。これはね、一国の、あのトップの人間だったら、うん、ただもんじゃねえなぐらいは思うはずですよね。あ、うん、確かにね、もちろんもちろん、うん、たださっき言ってたように下の人間が自由にこう、うん、なんつうの働ける状態ができてれば、うん、さっき言った責任を取るだけっていう、のはありのような気するよね。うん、だから結局それがもういつの時代でも多分特に日本でもそうだけど、それがリーダーの、うん、まあ理想系じゃないか、一個のモデルケースで。で、逆に曹操タイプ、うん、独裁型というか、すべて自分が発案して、うん、自分が仕切ってどうこうっていうのは、逆に言うと、うん、特に日本人は嫌いますよね。あー、なるほどね。要は日本人は、要は独裁を、日本人はね、はいはいはい、否定する、嫌うって言うけど、本当は独裁を嫌うんじゃないんですよね。英雄を嫌うんですよね。リーダー、一人弱りを嫌うんですよ。あー。先制君主を大嫌うんで、日本は。だから織田信長より徳川家康はそこですよね。あ、織田信長は確かにやってることもすごいし完全に天才なんですけど、いまいちやっぱりこう強引さが目立ってくる。あれ別に強引でも何でもないんですけど、うんうんうん、当時の流れとしては、うんうんうん、ただ今の日本人にそうやって映っちゃうのは、うん、結局日本人の中のどっかに三眼利益みたいなのがあって、はあ、ちょっとこう一人で何もかも決めちゃうっていうのどうよみたいな。ああ、なるほど、うん、ほいじゃあ何今の政治はどうですかね。逆に今度逆にだから、はあ、でも結局時代が変わるときってそういう人間が変えていくじゃないですか。ああまあ確かに、うん、うん。そんなこと言うとね、先民思想だって怒られちゃうかもしれませんけど、うん、でも実際これはもう必要なことだと思うので、うん、リーダーっていうのはまとまるまとまらないに関わらず一人は欲しいんで、やっぱりね、うん、じゃあ誰よりだって鎌倉幕府でもそうですよね、はあ、源頼朝という神輿があったからまとまれるわけであって、はあ、はいはいはい、なるほどね。だから鎌倉幕府のすごいところは神輿が倒れちゃった後も維持できたってところがすごいところで、はあ、なるほどね、うん、逆に平家の今話題のね平清盛のは、はあ、平清盛という柱が倒れただけで瓦解していってしまう、要は体制ができてなかったからですよね。あー、なるほど、ね、これは何かというとそのすぐ下にじゃあナンバー2以降の下の人間がどれだけ初めから、うん、悲しい話ですけど、うん、初めから一番中心にいる人間を神輿だと役目として与えてるか与えてないかです。あー、頼ってないんですよ実は鎌倉幕府は。あー、欲しいのは名前だけ。あー、なるほど、源氏の棟梁、はいはいはい、ね、それだけ。あー、あとは我々がやる。あ、なるほど。となると、蜀、うん、と劉備と似てますよね。漢の皇室の末裔である劉備玄徳が漢王室を再興したい、はあ、だから逆賊曹操討つという名のもとに、はあ、現状を何とかしたいと思ってる人たちが集まってる集団なんですよ。特に孔明なんかそうですもんね。はい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 、ちっちゃい時から戦争を経験して避難民になって親戚一同たらい回しにされた挙句、うん、あの慶州の奥地に一人で隠遁して、うん、弟で隠遁して、で世の中を見ながらただ憂えて、うん、ね、で親しい友達が来て、で将来のこと話し合って、うん、あ、君はどこどこの士官すればいい、うん、君はこれぐらいの出世はするだろう、うん、じゃあ君は 何になるんだって言われた時にただニヤニヤ笑ってただけっていうエピソードもあるぐらいで、要は孔明はそんなとこ見てないんですよ。あ、もっと、うん、天下を、はいはいはい、皇帝の世の中を変える人の手助けがしたいと、まさに玄徳がやろうとしたことなんで、はい、没後主義なんですけどね、はい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 、実は本当かよっていうところですよ、まあ、これ演技に書かれてることなんで物語のことなんですけど、うんうん、なるほどね、うん、本当じゃあ、今の日本に考えるとどうですかね、とにかく
あの日本を変えたいという人たちは結構いるような気がするんですけど、だから今はそこで変な現象が起こって、逆転が起こってて、はあはあ、その鎌倉幕府なんかは、はあ、要は神輿としては北条氏が割り切って、はいはい、源氏を使って政権を、はあはあ、武家政権を樹立しましたよね、はあ、平家は逆に清盛というかある意味カリスマ、うん、平家のあの宗家である清盛の方を頼った挙句清盛が倒れたとこで、うん、まあ、その前に息子の重盛も死んでますから、うん、それによってその源氏の平家の、うん、まああの一番太い、うん、あれ宗家ではないんですよね、平の清盛は。ああ、そう、伊勢、伊勢、伊勢ですから、伊勢平氏なんで、あそこが揺らいじゃって、結局平家がダメになってしまってっていうのは、まあ、みこしにすればよかった人間に対して頼っちゃったんで、倒れた時に支えるものが、頼るものがなくなって倒れちゃったみたいな感じなんですが、で、逆にその今の日本っていうのは、その、で、孔明の場合どうだったかっていうと、みんなそうやって劉備がかを利用してやろうと思ってる中で、孔明だけが違ったんですよ、実は。あ、な、何、何、何、ね、どういうこと、どういうこと。初めは孔明も、いや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 、まあそんなこと言ってもね、まあ、 あの私は全然大したことできませんからって。でも、3個の礼をね、3回もわざわざ来てくれて、まあそうしていただいた、まあ将軍には、まあ劉備のことですよね。劉備に対して何かお礼をしなきゃいけない。というので、じゃあ、あなたが天下を取れるアイデアを、私が企画をプランを差し上げましょうと言って出したのが天下三分の計ですよね。はいはいはい、今更天下は統一できねえと、はあ、この現実主義から入って、はいはいはい、だったら天下を三つに分けてしまって均衡を保てばいい、はあ、で叱る時が来た時に打って出ればいい、はあ、この叱る時というのは曹操が死んだ時のことなんですけど、はいはいはい、叱る時に出ればいいみたいなことを説くわけですよ、はあ、で逆にそれが劉備の心に火つけちゃって、はあ、あもうそんなことここで聞くだけじゃもったいないからもう僕一人じゃ僕らだけじゃできないから先生来てみたいな感じで結局ついていっちゃうんですけど、はあはいはいでやった中で、うん、結局その孔明の方も、うん、これで自分の天下三分の計が現実になる、うん、そうすれば自分の名前も歴史に名前が残る、ああ俺は天下を変えれるすごいことになったと思っていたけども、 あまりの玄徳の自分に対する扱いの良さ、信頼度の高さで結局どうなったかというと、最後の最後で今和の際に息子がダメなら君が国を継いでくれと あの一言でもう孔明は、もう神輿どころではなくて、はいはいはい、もうこの人の意思は自分が受け継ごうと。何が何でも受け継ごうと。あー、そりゃいかんわ。で、そうなるとどうなるかっていうと、要は孔明はもう自分一人で何とかしてても、要は独裁化していくわけですよ。独裁してても、もうこの、漢王室を再興する劉備の願いを叶えたいと思うわけですよ。で、現代に当てはめると、やっぱり日本人が嫌うパターンですよね。でも逆に今こういう人がいないとまずいんです。だからみんな今永田町や何かは変えなきゃいけないと思ってるけど、みこしをみんな探してるんですよね。でも本当はみこしを探すんではなくて、この人を担ぎ上げよう。で、担ぎ上げたら俺はもうこの人の盾となって死んでもいいっていう覚悟がある人が出てこない限り動きませんよ。そういう人が一人でも二人でも出てくれば、だってみこしは関係ないもん。小沢さんだろうが誰だろうが関係ないですよ。要はその下がどれだけ命をかけれる覚悟を腹決めて政治をやってくれるか。なるほど。それがないんでね。すごいね、この歴史とこの日本の現代を。だからよく似てます。似てます。刀持ってるか持ってないかぐらいの違いであって。で、刀持ってないからまどろっこしいんですよね。刀持ってりゃ切り合いで終わる話なんで。なるほどね。アメリカのね、歴史が200年で成熟した最大の理由は暗殺があったっていうね、話もあるぐらいですからね。アメリカの大統領って、近代史で見ると、近代国家の中でも恐ろしいぐらい暗殺が多いんですよね。議員にしろ、大統領にしろ。あ、そうなんだ。うん。でも、それがアメリカっていうものを、短い短期間の間に世界一の国に成し遂げた、あれでもある。要は、まどろっこしい、余計な時間がかかってないんですよ。歴史が動くのに。あいつ嫌いみたいな感じで、だから殺せばーみたいな感じで終わっちゃうんですよね。なるほどね、まあそれがいいとは思わんが、まあね、それはどこで、だ日本には日本の流れがあるし、中国には中国の流れがあるし、だからそうか、なんかその話聞いとるとちょっと今の日本をこう変えるプランもなんとかならんかね、じゃあだからね、歴史の中から、その僕が思うに、確かにね、国語算数、まあ国語数学英語、国数英社理、まあこれ今主要5科目で、はい、僕らの時はそれで受験やってますよね、はいはいはい、一番大人になって
使うのは、うん、歴史なんですよ、必要なのは。はいはいはい、学問として。うん、これは読み書きそろばん、プラス歴史。うん、だから、昔の人って実はちゃんとやってて、うん、例えば日本でも中国でもそうですけど、うん、中国って科挙っていう制度がありますよね。うんうん、役人を登用するのに、一般からこう、うん、試験をやってね、うんうん。あれって決まったテキストがあるんですよね。ほう。五経っていうちゃんとした本があるんですよ。はあ、その本をどれだけ暗記してるかなんです。へぇー。それによってトップ成績がバーっと一番から土辺まで決まっちゃうわけなんですよ。828。まずは、西尾を変えよう。みんな西尾を変えたいんだね。西尾じゃない人から西尾を変えるんですよ。なるほどね。で、まあそういう制度があるじゃないですか。科挙制度があって、はいはいはい。で、やりますよね。で、結局それって何かというと、要は、うん、その本っていうのは昔のことを書いてあるんですよ。うん、要は、イニシエの州の時代の政治はどうだった、はいはいはいね、こういう例えがあった、うん、こうで中国はだから歴史っていうのはすごい、うんうん、昔は文化大革命以前はすごい大事にしてたんですよ、はいはい、ああ中国がダメになったのは文革な、いかんなと思うのは文革なんで僕の中で、はいはいはい、あれがちょっとどうしようって感じなんだけど、うんうん、まあ日本も同じで、うん、結局、うん、もっと歴史を勉強したせにはいかんと思うししにはいかん歴史の中にヒントは必ずある、はいはいはい、同じことの繰り返しなので、なんで同じことを繰り返すか、歴史を学んでないから繰り返すだけなんです。学べばどっかで修正が入る。学べばどっかで修正が入る。特に分かりやすいのが、皆さん大好きな戦国時代。はいはいはい。ね。まあ、僕もよく言いますけど、僕らが学校で習った時というのは、安土桃山時代と言いましたよね。はいはいはい。で、今、僕が高校ぐらいのと、食宝時代って言いますよね。言いました。織田信長の織田という字と、豊臣秀吉の豊臣の豊を取って、食宝時代と言いました。それで後から江戸幕府が、江戸時代になるんですけど、今はもう、全部ひっくるめてもう、なくなっちゃってる場合もありますね。戦国時代のままになっちゃってる場合もありますよね。そうなの？へぇー、今そんなで、今はもう切り方が、縦切りがまずいって話になって、こう斜め切りになってますよね。これ年表が。要は過渡期があるという説ですよね。必ず歴史には過渡期がある。はいはいはい、はい。だからバサッとは切れ、何月何日から変わりましたとはなら、近代史みたいにはならんでしょうという。はいはいはい、はい。流れが遅いのでね。ああ、うん。で、結局、うん、信長のやったことを学んで秀吉がやって、うん、秀吉の学んだことを見て家康がやったわけであって、うん、結局この三つっていうのは一個なんだという考え方が今主流なんですよね。はい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 。要は、信長がやりたかったことを実現しようとした秀吉。はいはいはい。で、うん、それを見て、うん、そのやり方ではまずいでしょうと思って、手直しを加えてやった家康。うんうん、だから家康が安定した、うんうん。でも実は家康がやったことというのは、すでに信長が考えていたことであり、最終的に信長がやりたかったこと。うんうん、あ、なるほどね。うんそう考えると、じゃあ何、うん、例えば、江戸時代が、まあ、長いよね。ええ、その後、亡くなるのは、もともと。QBMM460、歴史というか、過去の履歴をたどるだけでも、だいぶ違うように思うんですけど、うん、それすらしないっていうパターンが非常に多いような気がします。まあ、そうですね。シャープ、誰ちゃんライブアット。マヌギア君のこの点の打ち方は正しいですね。正しいですね。素晴らしい。素晴らしい。聞いててよ、コメントが分かるからね。分かる。これじゃないというか。はい。君はよく勉強しましたね。うん、あのね、うん、結局これ言葉のレトリックになるんですけど、うん、まあ今言ったみたいなことが、まあ実際あるじゃないですか。うん、マヌギア過去を振り返らない。な、うん、でかって言ったら、はいはい、あの、今という、今のね、うん、という現実の連続が未来になり、うんうん、過去というのは今までの連続であったっていう、まあ、言葉のレトリックなんですけど、うんうん、そうではなくて、うん、過去は過去と、やっぱりどっかで区切りをつけて、うん、そこをもう一度、検討考察をする、しないと、何も出てこないんですよね、本当は。はいはいはい、うん。過去は過去だからで、流したらまずいと思うんですよ。うんうんうん、あの、例えば今ね、歌とか何かでも、うん、あの、3年も4年もロングヒットする、曲ってないじゃないですか。ないっすね、オリコンチャートはまあまあ秒単位で変わったの、ね、結局同じことなんですよね。ほう、じゃちょっとそこ結局同じことで。昔は結構長かったよね。長い長い長い、うん、で長いのはただ単にその情報発信が遅いとかどうこうっていう物理的な問題じゃ実はないんですよ。なぜかというと昔の僕らの子供の時の歌謡曲今聴いて、うん、素直に多分僕らが思うのが、うん、いい歌だなって思えてしまう、感じてしまう。それは何かというと、かっこたる、そこにパターンがあり、方法論があるんですよ。はい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 。
で、ある時から歌謡曲っていうのは、うん、まあ、J-POP と呼ばれるぐらいから、はいはい、方法論じゃなくて、感覚が強くなるんですね。ああ、なるほどね。うん、要はシンガーソングライターの台頭なんですけど、あ、なるほどね、感覚が、こう、重要視されて、そっちが持ち上げられてくると、そうすると感覚で、だから、でも感覚って、それを聞いた時に、同調した人間がいいと言ってくれるけど、同調しない人間は終わりますよね。で、人間の感覚なんて一瞬一瞬のものじゃないですか。だから、この前いいと思えた曲も、今はいいと思えないっていうパターンが出てくるわけですよ。ああ、な、そうだろうね。うん、なぜかというと、そこには確実に人間の、日本人のこと線に、金銭に触れる方法論があんまりないんですよね。逆に方法論があれば、言葉がチープであろうが、古臭い言葉であろうが、おおっと思えちゃうんですよね。それはメロディーの方法論であったり、はいはいはい、韻の踏み方の方法論であったり、それはわかりません。うんうんうん、それがプロの作詞家であり作曲家の、あのテクニックだと思うので。なるほどね。確かに例えば昔の音楽というのは、うん、例えば演歌なんか、まあ、未だにそうだと思うけど、メロディー聞くと演歌だなと思うよね。うん、つまり分かりやすいこの音の流れがやっぱあると思うよね。決まってるんですよね。うん、で、まあ、今回本なんで、まあ、本にも言いますけど、うん、文章も同じだと思うんですよ。はい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 。逆に、うん、純文学ってあるじゃないですか。うん、僕らの純文学って、まあ、古典文学って、まあ、夏目漱石であったり、うん、森鴎外であったり、うん、あの辺がありますね。うん、あの辺って、まどろっこしい。文学の特徴として僕らがイメージするのは、うん、表現がまどろっこしいじゃないですか。まどろっこしい。まどろっこしい。うん、でも、あのまどろっこしいのは多分方法論だと思うんですね。うん、だから、ね、これだけ情報化社会の進んだ中になっても、うん、多分読んでも、うん、何か心に残っちゃうんですよ。うん、何か引っかかるし、逆にそれを視覚化すれば、はい、映像化すれば、全然古臭さを感じなくなっちゃうんですよね。うんうんうん、むしろ斬新に見える時すらあるかもしれない。うんうん、でも、今の子たちが読んでる、うん、じゃあ文学と呼ばれるものの中にそういったものがどれぐらいあるのか、むしろ逆に言うと、純文学は今で生まれてるはずなので、うん、選んでセレクトしてわざわざそれを今読んでるのかという。うんなるほどね。ね、変なハウツー本だったりだとか、うん、漫画とかは売り上げを伸ばしてるけども、うん、いわゆる純文学と呼ばれるもの、うん、ここにどれだけ今の若い子たちとか、うん、そういうこう言葉の使い方が分かんないの子たちが使ってる、うんうんうん、結局それによって言葉の使い方が乱れてくるし、はい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 、でやっぱり三国志というのも王道パターンなんですよね、うんはあはあ、三国志演技というものは、はあはあ、要は歴史小説として見れば、はい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 ね、いろんな国の攻防が起こって、うん、その中切磋琢磨して、うんうん、で三国志のすごいのが、うん、960何人と言われる1000人近い登場人物に一人一人にドラマがあるわけで見せ場があるわけですよ。はいはいはい、はいうん、で主要メンバーの数百人200人ぐらいにしても、うん、確実に見せ場があって消えていくわけですね、はいはい、あれなんであの人いなくなっちゃったってのはあんまないわけですよ、はいはいはい、確実に理由があるね、うんうんうん、それだけの見せ場があるだけのもの、うん、だって三国志の828、うんうん、歴史から学ぶそう文学から学ぶそう大切なことですね。文学は文から学ぶと書きますからね。あ、いいこと言うね。文学は文から学ぶ。今日の名言。文学は文から学ぶですからね。あ、いや、いいですね。いいですね。はあ、なるほど。だから三国志は人名の名前羅列するだけの物語になっちゃいますからね。僕そういう本持ってますよ。ほう。要は、三国志の人物辞典っていう本があるんですよ。はあ、で、三国志が始まった、うん黄巾の乱が始まった漢の、五漢の霊帝の、うん代から、うん、ガーッとその、うんうんうん、後の滅亡まで、うんうん、ね、そこに、うん年代順に年表の流れにとって、うん、と人物が、はいはい、何年から何年通りながら何年ってどういうことしたら、うん、エピソードがずっとただ並んでるだけの本、うんはあ、でもそれ読むだけで三国志は8割わかります、はあ、要は何かというと三国志という物語は、うん、今主要人物200何人の人生の集大成なんですよ、うん、塊なんですよ、はあ人間ドラマの塊なんですよ。なるほど。で、何かというと歴史っていうのは人間ドラマの塊なんですよ。うん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 。そう思うね。うん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 。だからできたら、大河という歴史ドラマが、うん、まあね、大河ドラマが流行るのは、うん、結局人間の流れを追ってるからなんですね。うんうん、出来事をやるんじゃなくて。うん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 。だから、忠臣蔵が大河ドラマになると、だって、忠臣蔵ってあのだけでしょ最後のキラの打ち入り台がメインでしょ あとはじめの
発端と原因があって、うん、あんなのワイドショーの三面記事で終わる内容なんですよ、うん、まあ基本的にそうだよね。松の廊下で人人情事件があって、うんうん、それに伴う天罰でって、ただそれに1年かかって、うん、1年後でみんながはっきり言ってるんですよ、うん、みんながそんなこと忘れたぐらいの1年経った後に、うん、あんなことが起きちゃったみたいなね、うん、なんで起こったのって言ったら、いや1年前のほらあの江戸城内の松の廊下の事件みたいな、 あれかみたいな感覚なんで、キラテの打ち入りはね、うんうんうん、でもあれも、うん、当時の歴史的な背景を絡めて、うん、人間をもっと絡めていくと、うん、実はあれはとんでもねえ話なんだみたいな展開になりますからね。あーそうだよね、ああ綱吉も絡みますからね、うんうん、あとちなみに忠臣蔵、なんで忠臣蔵というか知ってます？あ、知らん知らん。何タイトル、あれおかんお前わかんなくありません？忠臣蔵がなぜキラの討ち入り、あの浅野人情、だって歴史にはあれ浅野松野廊下人情、人情事件であり、確かあのあれだよね、あれがなかった歌舞伎かなんかに使われてた、ね、あれはそう歌舞伎の奏本忠臣蔵っていうのがありますね、うん、有名なのが、うんうん、あれが忠臣蔵の根本なんですけど、うん、なぜ奏本忠臣蔵なのか、あ、わかんないな、あ、知りたいね。奏本っていうのは、うん、あれは忠臣蔵で打ち入ったのが47人ですよね、一応、うんうん、で47というのはイロハニホエド、カナに絡めてますよね、はい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 、だから登場人物の名前の頭文字がイロハニホエドの47のカナになってますね、一応それ数が合ってまして、カナデホンというところで47人という人数を案に表現してます、はい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 、で中心、これはもう書いて字のごとく47人の中心がいるということです。要は主君に対して絶対的な忠実な臣、はいはい、家臣がいたということです、はあはあはあ、問題は蔵です。はいはいはい、はい、蔵といえば、はあ、大石蔵之介の蔵ですけど、はあ、実は奏本忠臣蔵に大石蔵之介という名前は全然出てきません、はあ、なぜかというと、うん、奏本忠臣蔵が上映されたのは、うん、まだ綱吉が在、ね、生きているか、はあ、死んだ直後なので、はあ、将軍家がバリバリありますよね。で、もともと松の廊下の事件というのは、はあ、実はその時の綱吉の体制に対する、あのなんだろう、テロでかデモとかあれでもあったので、はいはいはい、要は当時のあれとして実名は晒せないわけです。だからみんなもじってあるわけですね。そこで大石蔵之介は大星由良之介という名前になってます。はいはいはい、はい、でも、うん、大星由良之介が討ち入りをしたのでは、うん、何のことだかわからない、はい、なのでタイトルにわざわざ蔵を入れて、はあ、これは実はあのいついつの平手の討ち入りのことをやってるんですよっていうことを出してる、はあ、っていうのが今定説ですね。あ、なるほど、 そんだけの理由かい。そう、奏本忠臣蔵のあれが、これは平手の、ま、平手の討ち入りのことを本当に題材にしてますからねっていう、はあ、でもお上は罰することはできないんですよ、それでは、はあ、確証がないので、あ、証拠不十分、証拠不十分ってやつ、うん、はあ、うん、なるほど。うん、いきな昔の人のこの作者の誰だったっけ、声変えた人って、あ、うん、あのまあ、はい、だけどあれだね、あのなんだかんだ言ってもあの話が本の方にこう戻ってきたのがすごいね。何がです？いや本でしょ、今日テーマ、いや本、テーマが本だけど、うん、本に戻れたのが素晴らしい。戻しますよ、戻しますよ、なるほどね。で結局あの、うん、人情松の廊下の話も、うん、まあ、実際には忠臣蔵っていう物語の中ではこう嘘もいっぱいあったりなんかするわけですが、でも結局、うんうん、その嘘があるから面白いんですよね、忠臣蔵って、あれって、はあはあ、要はあの増上寺のあの、ま、畳の張り替えだとか、はいはい、あんなの全く嘘なんですけど、はいはいはい、あれがあるからこそキラ最悪みたいな感じになっていくじゃないですか。まあ、僕はキラ長なんでね、あんまり痛くないですけど、キラ光月の最悪みたいな、あんなやつ切られて当然みたいな、撃たれて当然みたいななっていくじゃないですか。でも同じことが言えて、三国志も演技の方ではそうそうはケチョンケチョン、あ、本当に憎たらしいやつなんですよ。はあはあ、ただポイントは、うん、すごいのは、そうそうは憎たらしいやつだけど悪者ではないんです。巻き巻き828、今日の名言、文学は文から学ぶ、シャープ誰ちゃんそうそうは憎たらしいやつだけど悪者ではないんです。悪者は他にいるんで、はい、悪者は董卓という悪者がいましたね。董卓って、董卓、前半の方ですね、は要は曹操たちがまだ世に出る前に、はまあ三国志の発端になる、うん、宦官と外戚の争い、外戚はこの場合は、はい、当時霊帝の皇后だった夏侯豪のお兄さんである家臣という将軍ですけど、うん、家臣と、まあ、当時の宦官十条寺と呼ばれる10人の宦官が揉めて、うん、でやった時に家臣がその宦官たちを一掃すべく、うん、各地にいる軍友を都に呼ぶわけですよ、うん、その中に
一番砂漠のチベット寄りのモンゴル寄りの清涼というところから来た東卓という人間が突然入ってきて、もう全員皆殺しにして、宦官も殺して、花崗号も殺して、で、当時のちっちゃい皇帝を、の後見人になって、政治を牛耳るわけですよ。あらま。彼が一番悪役として描かれてます。で、初め曹操はそれに出して、クールに敵対しながら、チャンスを伺って暗殺しようとして失敗して逃げて、そこから曹操の独り立ちが始まるんですよ。だから曹操は憎たらしいやつなんですけど、決して悪人ではないんです。悪人にならざるを得ないのは、状況がそうさせてるだけなんです。あくまでも曹操も、漢の世の中、この現状を憂いて、何とかしなきゃいけない。ただ、劉備が思ったのは、何とかして自分の血のつながりもある漢王室が一番理想なので、漢王室の復興をしたい。でも曹操はもう現漢の役職をついてた人間なので、王室の中身をある程度知ってるんですね、朝廷の中を。まあ、これはダメだ。もうこれはダメだと。だから何とかしなきゃいけない。はいはいはい。そのためには自分がもっと力つけて、天下を取れないといけない。でも曹操は最後まで言ってたのは、自分の代で天下は取りたくない。それは逆代、対逆なんですよ。だから息子には俺が死んでからチェンジしろと。だからあくまでも自分は、最後はもう義王って王の位をもらって野心をむき出しにしますけど、ただ曹操の本音としては、漢王室はあくまでも立てて、自分は補佐役で。だって実権は握ってるんで、曹操じゃ魅力はないわけですよ。ああ、まあ確かに、ね。名前にね。確かに、そりゃそうだ。で、それは俺が死んだと好きにしろみたいな。信長と一緒ですよね。信長も再三征夷大将軍の時代とか副将軍のあれを要請を受けましたけど、受けてはやめ、受けてはやめ、まして受けなかったりみたいなね、ことやりますけど、あれはそういうことです。実権は持ってるんで、実際にその行使できる権利さえもらってしまえば、役職なんかもう看板なんですよ。はいはい、そんなもの建前はいらないみたいな現実主義なところがやっぱりあの二人の共通点であり、すごい政治家としてすごいとこなので、結局政治家はどれだけね、現実的にそろばん勘定ができて実行できるかなので。なるほど。なんとも、結構この1時間なんか ためになるお勉強ができちゃったなという感じがしますけど、でも今日の一言はもうあれですね、文学は文から学ぶですよでも本当文学はね、読まないかんと思います。で、僕なんかも思うのは、確かに今文学読むとまだろこしいです、ね、携帯もあるわけじゃない、メールがあるじゃない、こんなメールがあったら簡単じゃんとか思うかもしれない。だからこそ、ここから提案ですけど、はいはいはい、今評価されるべきは、いわゆるサイバーパンクと呼ばれるジャンルですね。はあ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 。サイバーパンクは、元コンピューターがあるのが当たり前、はあ。ね。それに基づくテクノロジーの中の近未来社会における、描かれてる世界を描いてる文学ですよね。このサイバーパンクの中から、もっと純文学っぽいものが出てきてほしいと思うし、そういうのが読みたいし、そういうのがやっぱりこれからの人たちには合ってくんじゃないのかな。携帯ありきな。だから携帯とインターネットがあるメゾン一国が読みたい、みたいな。あれってすれ違いの話じゃないですか。漫画になっちゃいますけど、ここ本じゃなくて。確かに。現代版のあの、高橋留美子のラブストーリーが見てえなとか、そんな感じ。でもそれもありかなと。あ、なるほど、ね。で、そういうのだったら。スタンバイ。こんばんは。よかった。まだやってた。やってますよ。そういう世界がもっと出てきてもいいと思うし、はいはい、そういうのだったらこれから文学として残っていけるんじゃないかなっていう。だけど、なんつうの、この文学とかなんかで、やっぱりこう、感動したりなんかして、本来こう、なんつう、自分のこの糧になってくもんだよね、本来。まあ、咀嚼力がなきゃ意味ないんですけどね、文学読んでもね。あ、なるほどね。僕はあの、アー無常を読んだ時に、もう本当衝撃を読ましたからね。ああ。レ・ミゼラブルですか、ジャン・バルジャン。もうね、この浮き沈みの激しさ。あれを読んだ時に、あと小工場。あの辺を読んだ時にね、もうこの浮き沈みのあれがね、もうアップダウンがすごすぎてね、もう衝撃でしたけどね。ね、まあ食材盗んだりねえ、パン盗んだり、まあもううん、でもあれはでも図書館ってそういった本が本当に埋もれてると思うんですよ、だからあれをもっとね、読んで、読んだからどうじゃなくともないと思うんですけど、多分読めば読んだだけきっと何かしらの、あれね、僕ね、本ってね、読んだ時に多分人は人それぞれちょっとずつ捉え方が違うような気するじゃんね、だから
それを読んで本当に話し合うっていうことはすごくいいことで、うんうん、ちょうどスロースさんって言って、はいはい、ね、蒲郡の、ね、うん、喫茶店のあそこが読書会っていうのをやるんだよね、僕あれすごくいいことだなと思うのね、うん、でただ今、まあ、スロースさんの読書会っていうとどうしてもどちらかというと現代のどっちかというと、まあ、ビジネス書が多いんで、なるほど、うん、そうじゃなくてちょっと若者ばっかを集めて、うん、あれだよね、こう、まあ、どちらかというと、まあ、純文学に近いものの、うん、できれば短いもの、うん、でこうやったらちょっといいかなというのを今日、結構純文学の短いものって、うん、まあ、インパクトの大きいもの強すぎるも青すぎません？だって太宰とか芥川龍之介とか、うん、短編だけどインパクトでかすぎるじゃないですか。あ、多分今の子だったら蜘蛛の糸を読ませるのも結構衝撃だと思いますよ、あれも。あれね、あれ衝撃だと思いますよ、僕らは普通に読めますけど、うん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 、だけどあれをこう読んでさ、うん、なんつうの、ちょうどこう這い上がってきて、お前ら来るなみたいなことやって、プチッと切れて落っこちる、うん、でお釈迦さんかなんかが、ああダメじゃんみたいな感じで、うん、あれ終わるよね、うんうん、やっぱあれをこう読むとこうなんとなく、もしもみんなでこうね、あそこでみんな工夫したら一人ずつ順番に上がって行ってた、うん、行ってたとしたら、もしかしたらあれみんな助かったのかなとか、いろいろこう思えるよね、いろいろと、うん、そういう意味ではやっぱり文学、特に本を読むと例えばいろいろな意見が出てくると思うんで、やっぱいいことだと思うんだけどね。そう、だから純文学がね、もっとね読んでほしいと思うし、読むべきです、うん、もっと純文学もっと身近な感じで売り出せばいいと思うんですね。短編がね割に合わないってとこ 2,3、うん、本まとめて分厚くしちゃうじゃないですか、うん、もっと簡単に読めるみたいな、本当薄っぺらいね、あれで短編だけでね、うん、読めばあれば面白いなと思うのに、うん、面白い短編、僕なんかマキマキ828フレーバー読書部をだそうですが、シャープダレちゃんライブアット多分無理だと思います。中川さんが読めないからね、はい、忙しくてね、はい、うん、ちょっと今ユーストリームをこんだけやっとると、うん、ちょっとどうかと思いますけどね。でも僕なんかもうん、お三勝王って芥川龍之介だっけ、誰だっけ、あれ大好きなんだよね僕、三勝王。あ、そうなの、あの三勝王の独り言みたいなやつね。あれすごい、ああいうなんか純文学って結構今の考えと僕らのシュールなのが多くて面白いんだけどね。はあ、だって我が輩は猫であるとか猫でしょ、うん、目線が三章は三章の目線でしょ。マキマキ828、部長は大学生、あかんあかん、ビジネスショーになっちゃう、シャープダレちゃんライブアット、あかんあかん、もうカーネギーが、うん、デカルト、この前初めてデカルトの話になった時盛り上がっちゃったけど、あんな話でそっちゃあかんわ、まあ、あ、哲学の話で盛り上がるじゃ終わりだよ、うん、哲学は役に立ちませんからね。まあ、確かに、ね、で役に立たないからこそ哲学は意味があるんですけどね。なるほど ね、うん、役に立たないってことを気がついて初めて役に、じゃあ役に立つことは何なのかっていうのを逆説的に考えるんで、哲学ってあくまできっかけの学問なので、はいはいはい、哲学は全然近いですね。 EQBMM460 純文学って妙にお高く止まっている感じがするからな、そこを変えていければ。だから純ダレちゃんライブは、僕この感覚がわからないんですよ。夫、スタンバイ。わし、未だにクモは助けている。ね、損得感情は助けてもらえませんよ。純文学がなぜ高お高いハードルが高いってみんな思うんですかね。純文学の純ってハードルが高いって意味じゃないですよ。純粋な純でしょう。あ、まあそうですね。ね。うん、どうですかね。多分まあ。昔喫茶店で純喫茶っていうのもありましたからね。あれやっぱ敷居高かったんですか、純喫茶。確かに敷居が高かったと思う。そうなの。うん、純文学に近いぐらい多分敷居は高かったと思う。で、巻き巻き828、お高くないですよ。だよね。シャープダレちゃんライブアット、ホットスタンバイ、イブセマスジ。三勝を。ああ、三勝、意味すみませんね。シャープ、ダレちゃんライブアット。えらい。それから、この後、窓際くんが喋ってくれましたんでね、うん。ちょっと待ってね。
構待ってるとね、喋らんだよ。喋んないんだよね。喋ろう。喋ろう。僕が喋ろうか。あのね、すいません。さっきの止まっては漢字の使い方が違っていたような気がします。すいません。お高く止まってね。あ、お高く止まっての止まってがちょっと違う、ね、字が違いましたということらしい。あ、これね。はい。TQBMM460。すみません。さっきの止まっては漢字の使い方が違ってたような気がします。すみません。あの、止まっているじゃなくて、止まってる方だね。まあ確かに。うん。でもまあ文学とかね、本に興味、でもどうなのかな。本当の意味で本が好きな人って今何人どれぐらいいるんですかね。あのね、一つにはね、世の中の動きが早くなりすぎたよね。そうだよね。そうだよね。本が追いつけないですよね、うん、もう書籍では。これと活字では。活字ではとそうだし、僕サラリーマンだった時代っていうのは、うん、まあ結構、まあ、まあ暇だったんだろうと思うんだけど、うんうん、小説とかなんかも読めてたのね。あ、はいはいはい。ところがね、僕自営になってからね、小説が読めなくなったのね。うん、でなんでかなって言うと、やっぱりね、自分にね焦りがあるような気がするじゃんね。うん、いつも何かを考えてなきゃいけないっていうふうに思っちゃう部分があって、はいはいはい、それで今小説っていうのが読む心のゆとりがないのかなっていうのは思うんですけどね。うん、そんなことじゃいかんなと思うけど。だから逆に言うと、やっぱりこう自営になる前だったら読めたわけだから、うん、やっぱり学生時代だとか、うん、時間がある時ね、時間のある時にはやっぱり本は読むべきだなと僕は思いますけどね。うんうん、という感じで本に関するお話は締めますか。ね、皆さん本読んでくださいね。はい、本は読んでください。 TQBMM460、本という保存形態が好きなのか、文体が好きなのか、どっちかにもよるんでは。なるほど。シャープ、ダレちゃんライブアット。僕は文字そのものが好きですけどね。文字そのもの。だから漢字が大好きなんですよ。あ、なるほどね。一文字の中に読み取れるものがいっぱいあるので。うん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 、また漢字についてはね、持ち込みのネタの時に話しますんで。そうですね。うん、じゃあまあとりあえず今日に関してはだいたいこんな感じで、いやまあ幅広い話題で、はい、一時期は政治に流れちゃったけど戻しましたからね。はい、素晴らしい。本に戻れたっていうのが良かった。いや着地した、はい、という感じで今日はお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした、はい、ありがとうございます。おやすみなさい、また来週。ほんとスタンバイリブセマスジなんてちゃんと読むんですね。このツボシャープダレちゃんライブアット